あ、そういえばそう、あの有馬記念の予想をなんとネット競馬さんの方で、はい、あの記事になっているのでぜひ見てください。めちゃめちゃ迷ったんですけど、ぜひ見てみてください。私のツイッターにあげたので見てください。ぜひ。今年最後勝って終わりたい。そうね、最後勝って終わりたいですね。中央競馬は、はい中央競馬はね、うん、サンタさんになってくるんですとか、有馬記念ね、クリスマスプレゼントになったらいいなっていう感じですね。競馬なら日曜日は楽屋うるさいの見れるかな。リアルタイムで見たいんですけど、スティンパレス買わないのね。ちょっと迷ったんですけど、うん、まあその枠順出る前に予想したので、ちょっとディープボンド いらないかなっていうところは一個あるんですけど、はい、じゃあスティンパレスはね、まあ買っといた方がいいと思いますよ買っといた方がいいと思いますよ。もうすぐラジオです。はい、今までどれくらい教えません。昨晩のチューン、相村さんはリーダーになるまでの佐野を使えなかったという衝撃の発言ちょっと何喋ったかはちょっと分からないんですよね。まあ有馬記念が当たるか外るかで公演の調子が変わってきますね。今日は宣伝ないの？宣伝？あ、でも私会の受付はしてんのかな。ぜひ明日はオンライントーク会なので、もう今日やってるメンバーいると思うんですけど、はい、まあ、ぜひね。ゆずきとオンライントーク会してた。あ、そう、ゆずさんに今日会いました。行ってくるって言って、こんばんは。疲れてますか？疲れてない、疲れてない。ご飯食べたので疲れてない。ゆずきがあやかちゃんとバンジーしたいって言ってた。え、
嘘、ゆうさんバンジーできんのかな。定点配信見ました。ぜひ、定点はとてもいいですよ。そうそう、カツオファンですね。ブブカは電子版だけど表紙飾ってますね。あ、そう、28日に発売かな。28ってあと何日後、4日後ぐらい。電子版ですけど、この表紙を飾らせていただいているので、ぜひご覧ください。3曲目の衣装、白い可愛い衣装着てるので、ぜひ見てください。エスターさんじゃないよだよね。そう、さんじゃないよです。大野さん、1月の時計はどの衣装着るんですか。私なんて言ってたっけ1月の時計何着るって言ってたっけ。最後はインスピレーションと、まあ、着れたらよし着ようかなって思ってた。でも新婚への衣装着るって言ってたよね。何衣装、何がいいかな。何がいいかな。土曜日は新婚への衣装着ますけど、何がいいかな。馬娘のコスプレしたいんだけど、ちょっと本格的なのを買わないと。セグウェイ、あ、セグウェイのやつねセグウェイで通るのやばくない？ツーショットが選抜衣装。あ、そう、多分ツーショット会ではインスピレーション着てない気がするから、はい、そうします。また次のツーショット会があれば新婚への衣装着ようかなと思いますね。早いですね、もうインスピレーションももうそのシングルのトーク会が来月で最後だと思う。早いですね。ゆうちゃんは飛び入りできますか。行きません行きませんというか行けません。はい、あ、大野さんだ。お渡し会楽しみにしてます。では仕事戻ります。バイバーイ頑張ってください。君は未来に試されている、いい曲、めっちゃいい曲だよね。超好きです。私もめちゃめちゃ好きなんですよね。さっき岐阜駅通ったステージ設置してた。岐阜駅でやんの？岐阜駅でやるんだ。すごい、なんかスノードームが降ってきた。 A メロは5人目だと思うんですが、イラスト何の？
かな、ジャケシャ、ジャケットのやつ、そうそう、2じゃないの、時間、本当だ、あと4分ですね。 SK になれるコツがあれば教えてください。おお、 SK になれるコツ、え、オーディションを受けて、もう自信持ってやる自信持ってやる。ダンストップミュージックもいいよね。年齢制限なしなの？まずゼストスクールに入学。やべ、それで思い出したわ。アイリが入学しようとし、ん？入学の書類書く、なんか用紙渡されたみたいな。ゼストスクール行ったら書かされそうになったみたいなっていう話聞いて、おもろかったな。そうそう、 MC で言ってたやつね。そう、ブートレで行ったのにっていうおもろいなと思って。あ、そう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 、ノーメイクって言ってたね。そうそう、2じゃないも始まってしまいますが、ぜひ非売品ポスターが当たるみたいなので、ぜひ最後まで聞いてください。キーワード教えてください。それはもう聞いてる人だけですね、限定。エメロアイリーに教えてもらったの？何を？まあ、もうそろそろですね。あ、出ました、304日です。イエイ。ありがとうございます。奇跡の継続ですね、本当にびっくり。はい、ということでラジオが始まったので、ここまでにしたいと思います。バイバーイ、みんな聞いてね